いや、家の裏はこんな感じですね。屋根から落ちた雪が1メーターぐらいありますね。今日はこれの除雪に入ります。もう地下水では溶けきれない状況ですね。ここはなんとか溶けてますけど、2022年の1月の8日ですね。年明け1週間経ちました。今朝の温度は-3.9 ですかね。雪は落ち着いております。こんな感じですかね。ただこの屋根のつららはすごいことになってますね。これは今日落とさないとダメですね。はい、錦鯉の養殖場も雪で待っております。はい、除雪完了です。ここは折れましたね。はい、家の北側も屋根から落ちた雪は除雪が完了いたしました。はい、テラジーです。ただいま除雪は終わりました。それでは除雪機のちょっと取り扱いについて注意点がありますんで、説明を入れます。除雪機、終わった後ですね、これを掃除、しなければいけないんですけど、普通はこれですね。これで、ここによく雪がつきんですね。で、ここを掃除、するんですね。しかし私はですね、ちょうど15年ぐらい前ですね、ここに、雪が、こんな感じで雪がついてたやつですね。これを手を入れて、その時はやっちゃったんですね。その結果ですね、その時、エンジンがかかってたんですね。あまりの寒さで、朦朧としてまして、エンジンがかかって、で、他にもかかわらず、ここに手を入れちゃったということですね。正月の1月の2日でございました。そしたらですね、あっという間に、こんな感じで、指が飛んでしまいましたね。2本。指が飛んでしまいました。あまりの、
寒さで痛くはなかったですけど、ちょうど15年ぐらい前ですかね、やってしまいました。で、これが、少しこの先ですね、1センチぐらいありますんで、これでは身体障害者にはならないということらしいです。で、親指が飛んだ場合はもう即障害者になるみたいですけど、私の場合は人差しと中指だったんで、身体障害者にはならないということだったです。ね、こういった形で、ちょっとの取り扱いミスで、こういったことになると思います。皆さん、注意をしていただきたいと思います。ちょっとね、寒いんで、指は、ちょっと寒さには、耐えられない、指の状況でやっております。皆さん注意してください。以上、除雪機のですね、注意点について説明いたしました。